ックエレギター入門講座ということで、今回オクターブ奏法について、レクチャーしていこうと思います。はい、オクターブ奏法とは一体どのようなものなのかということなんですけれども、このようにね、結構なんかすごい移動が目まぐるしいというか、まあ、そのようなねフレーズによく使う、まあ、奏法、演奏法なんですけれども、でこのような例えばパワーコードというのが以前あったと思います。まあ押さえ方的にはあのパワーコードと結構似通ってて、まあ曲の中で弾くときは大体、まあ、ギタリストが、まあ、バンドの中でねギタリストが一人いて、その一人が、ね、このようなパワーコードパワーコードを弾いて、まあ、バッキングして、でギタリストもう一人のギタリストがオクターブを弾いて、でこうなんかあのギターの音をこうハモらせてっていうのがね、まあ、そういう時にまあ結構使うのがこのオクターブ奏法というのがあります。それではもっと詳しく解説していきたいと思います。はい、それではオクターブ奏法のポジションというのをちょっと確認していきます。以前ね、パワーコードというのがあったと思います。パワーコードの押さえ方。まあね、こう人差し指で5弦の、まあ3フレットの5弦を押さえて、で、薬指で5フレットの4弦を押さえてみます。はい。これちょっと弾いてみると。これがね、パワーコードでしたね。はい。そしてオクターブの押さえ方なんですけれども、ここでまずちょっと薬指をちょっと離してみます。そして、4弦押さえずにもうそのまま3弦をこう押さえてみると、5フレット3弦をちょっと押さえてみます。これが、オクターブ奏法のオクターブの押さえ方になります。これもねパワーコードとちょっとまあ似てるんですけども、パワーコード以上にこう、まあ、移動がこう目まぐるしいと、移動すごいあのこうポジション、ま、チェンジがねすごい激しい演奏法になります。例えば、ギタリスト1が、ま、こんな感じでというふうにね、なんそういうこの今みたいな感じの、リフバッキングをして、もう一人の、ギタリストがこのような感じで、ね、このような感じの、まあ、オクターブを弾いて、まあ、あの音を重ねるということなので、このオクターブを、まあ、マスターするためにいい練習方法としては、まあ、フレットからフレットまでこう正確に速く、特にオクターブ他にも、こっちの方のねハイフレットでのこうプレイっていうのが非常に多いので、このような感じで、というような感じでね、こうフレットからフレットまでこうまず最初はあの、まあ、ピッキング、ストロークとかねあまりしなくてもいいんで、まあ、左手のこの動きっていうのをねぜひともマスターしていただきたいかなと思います。こう早く動かす、フレットからフレットまでこう早く動かす、こういう練習をすると、まあ曲を弾くときにもかなり、素早く、対応できるようになるかなと思いますので、ぜひとも、練習してみてください。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。オクターブ奏法、ね、オクターブ奏法ね、ちょっとパワーコードに似てますよというそういうコード、押さえ方でしたね。まあ、確かに最初ちょっとこれ動き、まあ、もうちょっと難しいかなと思うこともあると思うんですけども、これ早くこう動かして正確にね早く動かして、若干、まあリードギターとちょっと似たようなね要素もあるかと思うんですけど、ちょっと早く動かすっていうのがね、ポジションチェンジ、素早いポジションチェンジ、そして、まあ、正確な、まあポジショニング、ね、例えばこう、行き過ぎたりね、フレットからフレットまで行き過ぎたりしない、そういう、ね、練習がまあ必要になってくるんですけども、そういうのも練習していくと徐々に、ね、慣れてくると思いますので、
ぜひとも練習してみてください。